こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、またハロブルクさんから新製品を送っていただいたので、こちらを紹介しようと思います。これ何かって言いますと、箱には02ボイジャー2ローンチ1977年の8月20日って書いてて、なんかロケットっぽいですよね。つまりこれね、あの NASA シリーズの新製品みたいですね。商品の名前はこのボイジャー2って以外書いてないんですけど、このホームページの方を見るとですね、カーエアフレッシュナーって書いてますので、これはいわゆるですね、車の芳香剤みたいですね。でここにアライアブルスーンって書いてるんで、これまだ未発売みたいなんですけど、もうすぐ販売が始まるものじゃないかなと思います。でね、この今までの NASA シリーズが 1,2 ってあって、この3番目の箱がねボーンと開いて、このカーエアフレッシュナーが出てきたので、これ間違いなくね、 NASA シリーズの新製品ということになります。はい、で送ってきていただいた内容はこの本体の箱が一つと、あとこちらおそらくね、芳香剤のオプションでいろんな種類が入ってるんじゃないかなと思います。それからなんかね、取り付け用のジグのようなものが2つ入ってました。じゃあね、まず本体から開封してみたいと思います。これをペリペリペリっと取れば開けられるのかな。よいしょ。はい、ハロブルクって感じで、相変わらずねおしゃれな梱包ですね。でよいしょ、どうやって出すんだ。ぴったりすぎてなかなか出てこない。一番上にこんな紙が入ってて、で箱の中身こんな感じで、これが本体かな。でもともと本体の箱にもね、こうやって芳香剤の箱が入ってます。それからこの取り付け用のマウントみたいなものも1個入ってますね。はい、本体の箱の中にこれ3点セットだったので、この改めて送っていただいたこちらは特に最初買わなくても大丈夫っぽいですね。オプション品みたいです。じゃあちょっとね、本体を開けてみましょう。これはこっから引き抜く感じかな。すごいぴったり入ってるからなかなか出しづらいけど、よっ、あー抜けた。すごいぴったり入ってます。これなかなか引き抜けない。でまたハロブルクが出てきました。これ一番上、これなんでしょう。あ、すごい、こんなカードがいっぱい入ってて、あーなるほどね、この製品名のボイジャー2の NASA の写真が入ってます。1977年ですって。こういうのはね、宇宙好きの人にはたまんないでしょうね。でハロブルク、これはボイジャー1が撮った写真でしょうかね。ちょっと何の写真だかわかんないですけど、はい、ボイジャー2が撮った写真、めっちゃ綺麗ですね。これ木星かな多分。でこれもボイジャー2発射台ですね。すごいね、こんなロケットの写真がいっぱい入ってるんだ。でここに説明書が入ってて、説明書こんな感じですね。中国語と裏が英語です。でさらに写真が入ってますね。ボイジャーのこれは軌道かな。お、これ土星ですね。ボイジャー2すごい綺麗に撮れてる。土星の輪っかこうか。これもボイジャー2が撮った写真。これも、もなんでしょう、木星のガスかなんかの写真かな。ボイジャー2、これもボイジャー2、これはちょっと土星っぽいですよね。あんまり詳しくないですけど、はい、これで一周しました。こんな感じでね、宇宙ロケットが撮った写真がねいっぱい入ってました。これは面白い。はい、そしてボイジャー2のイラストがあって、で詳しい説明が書いてありますね。で出てきました、こちらが本体になります。はい、これ本体出してみると、お、これね結構ずしっと重たくて、アルミでできてるのかな。これはかなり高級感あって質感が高いですね。でここにハロブルクって書いてて、上になんかね、ゼロになんちゃらって書いてます。で横にもなんか書いてあるけど、字がちっちゃくて読めないです。これって開けられんのかな。どうやって開けるんだろう。開かないんだけど、どうやって開けんのこれ。あ、分かった、マグネットだ。スライドしなくても開くけど、マグネットでめっちゃ強力にくっついてました。すっごい強力。はい、思いっきり引っ張ればね、こうやって開きます。ほら、これオール金属製ですよ。これすごい質感高い。であともう一つ付属品で、これは、あ、これね、吊り下げるための紐ですね。まあこんな感じでバックミラーなんかに下げておいたりすることもできるっていう感じですね。であとこの下は、あ、もう何も入ってないです。はい、じゃあ次はこっちのね、ちっちゃい方の箱を開けてみます。この中に芳香剤が入ってるのかな。よいしょ、はい、出してみますね。こっちもね、説明書が入ってます。中国語と英語で、これはここのシール切らないといけないのかな。はい、ちょっと切ってみます。よいしょ、は硬い。いや硬すぎてこれ紙の方が破けちゃうよ。すごい頑丈なシールですねこれ。よいしょ、もういいや、破っちゃおう。
はい、破ったらこんな感じで2つ入ってますね。どうなってんのこれ。よいしょ、すんごい取り出しづらいんだけど、あ、これ剥がした方がいいのかな、シール。いやー、カルブルクさん、ここはちょっとね、もう少し取り出しやすくしてほしいなっていう気がしますね。で、中に入ってるのこんな感じの四角いタイプのものです。で、これちょっとね、開けてみたいと思います。よいしょ。で、ちょっとこれ匂い嗅いでみる。あー、ちょっとね、なんだろう、石鹸の香りの中にローズっぽいような香りが混ざってるような、いい匂いですね。これ匂いの種類とかね、あると思うんですけど、なんか書いてあるかな。あー、めちゃめちゃいい匂いですね。これ特に何の香りって書いてない気がするな。ここにはカーエアフレッシュなリフィルとしか書いてないから、何の匂いでしょうね。で、これをこの中にポンと入れればいいのかな。はい、ぴったり入ったね。で、あとはこれで蓋をするだけ。はい、これでね、ここの隙間から香りが出てくるんで、まあ、好きなところに置いとけばいいんですけど、あとはなんかこの ABC って書いた袋があるんですけど、これは何でしょうね。これちょっと開けてみますね。ん、なんだこりゃ、なんだこりゃ、なんだこりゃ。あ、これもなんかちょっと香りするよ。あ、わかった。ここにローズって書いてある。要するに、なんだろう、これちゃんとした使い方書いてないかな。説明書には特にこの裏蓋開けて、で、芳香剤置いて蓋閉じるとしか書いてないんだけど、どうもね、ここにローズって書いてあるから、これをね、先にここの裏に入れておくのかな、もしかして。使い方がね、よくわかんないよ。で、これを置いて、で、蓋閉めるの？これが正解かな、もしかして。ちょっと試しに B 開けてみるね。 B の方は見えるかな、ピントが。今度こっちはね、オーシャンって書いてある。あー、確かにね、さっきと違う香りがする。なのでやっぱりこの紙をね、挟むっていう使い方がするのかな、これは。そうみたいですね。じゃあちょっとこれはしまっといて、 C は何だろう。全部開けちゃうと匂いが飛んじゃいそうだけど、まあね、商品紹介だからしょうがないよね。こっちはね、ホワイトビーチって書いてある。あー、また違う香りだ、これも。なるほどね。でもね、全部ね、あんまりきつすぎない程よい香りでいい匂いですよ、みんな。こういう使い方なのかな、正しいのかな、本当に。それで、で、もともと予備がね、こうやって1個入ってるから、これだいぶ長持ちするんじゃないかな。で、あともう一つね、オプションでいただいた箱もあるんだけど、これはおそらく同じものかな、さっきと。予備でくれたって感じかな。そうですね、同じものなので、まあこれわざわざ買わなくても本体買えばついてくるっていう感じです。はい、そしたらね、あとは本体で標準で入ってたマウントみたいなものと、あとオプションでね、2つもらって、これ全部形が違うので、ちょっと一個一個開けてみたいと思います。ちなみに説明書にちゃんと書いてありました。2024年式モデル3だから、これハイランド用のマウントですね。それから、今までのモデル3とモデル Y 用。それから、テスラ以外の車に取り付ける場合の、これはエアコンルーバーなんかに付けられる用とね、あるんですね。なるほど、なるほど。じゃあこれ1個開けてみると、こんなのが出てきた。シリコンゴムでできてて、これ柔らかいです。だから傷はつかないですよね。で、これ形からするとどっちかな、ハイランド用か今までのモデル3用かどっちかだと思うんですけど、まず本体を取り付けるところはこの面ですね。これをこの溝に合わせて、よいしょ、あ、こんな感じでね、取り付いた。で、こう向きで取り付けるんで、これ私のモデル3用かな。ちょっとつけてみます。あ、そうだ、こんな感じでね、私のモデル3にぴったりあったので、これは、ハイランド以前のモデル3用のマウントですね。で、エアコンの風が後ろから当たるんで、香りがね、こっから出てくる感じになります。はい、横から見るとね、こんな感じになります。っていうことは、これがハイランド用かな。はい、これを付け替えて、はい、こんな感じで、で、これはハイランドのエアコンのダクトのところにぴったり合う形になってるはずです。で、最後が、よいしょ、こんな形のやつで、これがね、一般の車用ですね。ここがこうなってるんで、エアコンのルーバーにこう差し込むタイプ。こんな感じでつけて、エアコンルーバーにこれを挟み込む形でつければいいって感じですね。なるほどね。なので、このマウントを自分の車に合わせて用意すれば、どんな車にでも使えるって感じです。はい、というわけで、今回はハロブルクさんよりご提供いただきました、カーエアフレッシュな車の芳香剤をね、紹介しましたけど、まあ、芳香剤ね、いろんな車用品店とかにたくさん売ってますけど、こんなおしゃれなやつね、なかなかないと思いますし、まあ、テスラ専用のマウントがね、ちゃんとあるので、バッチリ違和感なく取り付けられるのがいいと思います。で、かっこいいね、ボイジャーの宇宙写真なんかもついてますんで、宇宙好きの人にはこれたまらないんじゃないでしょうか。はい、こちらね、まだホームページの方で
ではカミングスーンって感じで、まだ発売前みたいなんですけど、まあ、近々発売されると思いますので、もしね興味ある方いましたら、ハロブルクさんのホームページをねチェックしてみてください。で、動画の説明欄に私のアフィリエイトリンクを貼っておきます。で、こちらのリンクからハロブルクさんのホームページに行って買っていただくと、確か一律ね 10% オフぐらいになったと思いますので、まあ、この商品に限らずハロブルク製品どれでもね割引になりますので、もしね他のハロブルク商品にも興味ありましたら、ぜひ動画説明欄のリンクから辿って買っていただけると助かります。はい、この動画がいいと思いましたらグッドボタンをお願いします。それからチャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。あ、追伸なんですけど、私が購入予定のモデル3パフォーマンス2024年モデルですね。前回の動画で書類が来て送り返して、まあ、もうすぐね、納車になるっていう形だったんですけど、あの後ですね、もうすでにですね、便番号割り振られてまして、ちょっとね、私見るところ間違えてたみたいで、あの動画作った時ね、すでに便番号割り振られてたみたいです。で、その後ね、スタッフさんから連絡が来て、まあ、ローンの頭金もね、無事振り込みましたので、その後ね、トントン拍子に進んで、ついに納車日が決まりました。納車日ね、9月の第1週目になったので、またね納車されましたら皆さんに動画でねお披露目させていただきたいなと思ってます。はい、というわけで楽しみにしててください。それではまた。